ここからは知っとく長崎のコーナーです。皆さんは長崎市男女共同参画推進センターアンバランスを利用したことはありますでしょうか。今日はですね、アマランスの施設の中、そしてアマランスで行われている講座についてご紹介します。魚野町の長崎市民会館1階にある長崎市男女共同参画推進センターアマランス。アマランスとはギリシャ語で常花という意味です。古代人の間ではアマランスが永遠に鮮やかなシンク色の花をつけ咲き続けることから、一人一人が生き生きと活動したいという願いを込め名付けられました。小賀さん、入り口入ってすぐのところにあるのが、はい、こちらが事務室受付ですか。はい、そうですね、アマランスの事務室受付となっております。こちらの方ではですね、講座の受付、あと貸し室とかですね、こちらいろんなお部屋が今日も貸し室を行っているんですけれども、こういう方たちの受付等も行っております。じゃあちょっと中を案内していただけますか。はい、わあ、こちらの掲示板には何があるんですか。こちらがですね、一応相談関係の掲示板となっておりまして、アマランスではですね、さまざまな相談を受け付ける業務というのを行っております。うちの方でメインとしておりますのが、女性相談員による一般相談ということでですね、一般相談一応月曜から土曜日までということになっているんですけれども、その他アマランスでは法律相談や心の相談、行政相談、さらに職場などにおけるセクシャルハラスメントや家庭でのドメスティックバイオレンスなどのトラブル解決に向けた相談窓口も設置しています。市民の方のためにさまざまな相談無料で、はい、そうですね、行ってるんですね。はい、ずっと廊下を進みまして右側に、あ、大きな、そうですね、こちらは交流コーナーというコーナーになっておりまして、市民の方がですね、どなたでも自由にこちら活動できるスペースとなっております。こちらはですね、飲食も可能となっておりますので、お昼なんかはちょっと今まだ人数人は少ないんですけれども、食事されたりとかして皆さんのちょっとした憩いの場となっております。ただちょっとうちゴミ箱を設置しておりませんので、すみませんが食べられた飲み物とかですね、お弁当類は必ずゴミはお持ち帰りください。マナーを守ってゆっくりと、そうですね、はい、普通に皆さんでですね、気持ちよく使えるようにしていただければと思っております。そして交流室のお隣が図書情報室ですか。はい、こちら図書情報室という、ちっちゃな図書館みたいなものになっているんですけれども、はい、いろんな本、絵本、雑誌、男女関係の本合わせて全部で6000冊以上は常備しております。妊娠、出産、子育て、そうですね、こういうのも、最近特にイクメンとかいう言葉も流行ってると思うんですけれども、それに関係するような図書等も置いておりますし、あと最近テレビとか雑誌でよく問題となっているセクハラ、あと DV、 こちらの方がこの辺の棚となっておりまして、やっぱり悩んでる方大変多いみたいですので、もしよろしければですね、悩んでる方はこちらの本を一度借りて読んでもらえればと思いますね。こういった本も合わせて無料相談なんかでも対応なさってるんですよね。はい、だから私たちもですけれども、相談員とかもちょっと読んだりとかしてですね、少しでもいいアドバイスができればとは思っております。あとはこちらがもううちのメインの男女共同参画関係の図書ですね。特にこの辺はジェンダーとかをメインで置いている部分となっております。こちら昔はビデオが主流だったのでビデオが多いんですけど、DVD の方もですね、下の方には DVD 用のカードしか置いてないんですけれども、一応内容を見てもらいまして、会社の研修とかにぜひ使ってもらえばですね、いいかなと思います。特に今ワークライフバランスって、仕事と家庭とかの両立っていうことでですね、とかあとメンタルヘルスとか会社なんかではですね、最近悩んでる方多いみたいですので、そういうストレスを解消する分、もしくはセクハラとかですね、そういうのをぜひ会社とかの研修の一環として借りて行かれる方がここら辺は多いみたいですね。夫育てなんだろう、やはり最近は定年退職して離婚される方が多いとかですね、いうことがありますので、夫婦仲良く
あと夫が例えば自分が亡くなった後ですね、夫が一人でも生きていけるようにとか、そういうこともいろいろ考えてるみたいですね。はい、男女がこう生きていく中でいろんなことをこう教えてくれるコーナーですね、はい、この本にしてもビデオにしても、ね、はい、そして廊下を曲がると、はい、こちらにお部屋がありますね。あ、そうですね、こちらは幼児室ということになっておりまして、まあ、奥の方にもですね入っていただくとですね、一応右手の方がですね授乳室ということになっておりまして、ベビーベッドと、まあ、うん、あの授乳するためのお母さん用のソファーですね。一応こちらはですね、あの自由にどなたでも使えますので、例えばこの辺市民会館の近くを通ってきて、あ、子供がおしめ濡れちゃったわとかですね、ちょっとおっぱいあげたいなと思う時はぜひあの寄っていただいて、事務室の入り口のところでちょっと授乳室使っていいですかとかいうことを声かけてもらえれば、いつでもお貸しすることできますので。そうなんですね、幼児室ということ で、 そうです、ね、お子さんが遊べるお部屋ですか。はい、こちらの方はあのアマランスであのいろんな主催講座があるんですけれども、はい、その時に、まあ、一時保育、まあ、ちょっと一時お預かりをする時のような部屋ということにはなってるんですけれども、ただ他にもですね貸し室ということで、他にもいろんなお部屋がまだ先の方にもあるんですけれども、それを借りる人たちが合わせて幼児室、まあ、保育をするということで借りる時に使うお部屋となっております。広々してますね。そうですね、一応、まあ、20人までは入るようになってるんですけれども、おもちゃなんかもですねこちら入ってますので、まあ、この辺いろいろ、まあ、おもちゃたくさんあるんですが、まあ、この辺出して何も使ってないときはですね、一般の方にも開放してるんですよ。だからあのもしどうしても今日使いたいなということで、このお部屋がたまたま空いてればですね、お貸しすることができますので、あの事務室の先ほどの受付の方で申し出てもらって、あの幼児室受付カードを書いてもらって、こちら遊ばせることができます。だからこの近所の方とか、もしくはですね、あとお仕事帰りのお母さんがお父さんとの待ち合わせ場所に使われたりとかして、ちょっと遊ばせたりということをされることもいらっしゃるしですね、あとはこの近所のお母さんたちが冬は寒いから外はねという時は、この 4,5 人集まって子どもさん連れてこちらでちょっと遊ばせて帰るということもあるみたいですね。で、一応こちらも無料です、はい、あとは一応ですね、お布団とか、こちらシースとかも置いてますので、うん、子どもさんちょっと寝ちゃったとかいう時があれば、こちらの方もですねお布団敷いて使っていただいて元に戻してもらえれば結構です。またアマランスでは会議や研修を行う場所として施設の貸し出しも有料で行っています。会議室や和室、実習室などそれぞれの目的に合った部屋を選ぶことができます。これらの施設では男女共同参画を推進するための講座も開かれています。古賀さんの近々開催される講座があると聞いたんですけれども。はい、実は来週2月の23日水曜日に、女性初の真打ち、笑う角には福来たる、誰もが心から笑える時代を目指してというのが開催されます。どのような方が講師を務められるんですか。平成5年にですね、女性初の真打ちとなられました落語家の古今亭菊千代さんをお招きしております。どういった内容なんでしょうかね。そうですね、最近もなかなか過ごしにくい世の中とかですね、生きにくいなということで、なんか笑いがないような世界になっているかと思うんですけれども、その中からもですね、生きる楽しさを見出して笑って楽しく過ごせるようなお話をですね、まあ、落語家さんですので落語を交えながら語っていただきたいと思っております。また落語の前にはですね、スイング会といいまして、こちら千歳ピアの方で開催されるんですけれども、そちらの北公民館の方で男女楽しく活動されております社交ダンスのグループにですね、楽しい社交ダンスの披露もしていただこうかと思っておりますので、どうぞそちらの方もお楽しみにしていただければと思っております。笑う角には福来たる、はい、とっても楽しそうな講座ですね。そうですね、もうかなり今申し込みあっておりますので、お早めにお申し込みいただければと思っております。はい、はい、そして3月に入ってもまた講座があるということで。そうですね、3月2日水曜日、母親一人の子育てから皆で支える子育ちへというのが開催されます、うん、講師は恵泉女学園大学大学院平和学研究科教授の大日向雅美さんをお招きしまして、子育てについてお話をしていただきます。
子育てのお話を聞くことができるんでしょうかね。そうですね、最近育児ノイローゼとかですね、育児ストレスで育児に不安を抱えている母親がたくさんいるかと思うんですけれども、その母親に対してですね、子育ては一人でするもんじゃないんですよって、社会や地域、子育てというのは周りみんなでするもんですよという、力強いですね、言葉がいただける講演となっております。子育て真っ最中のお父さん、お母さん、そしておじいちゃん、おばあちゃんなんかにも、そうですね、決して孤立せずにみんなで子育てはやりましょうということで、子育てママの SOS ということで副題もついておりますので、皆さんどうぞこぞって参加いただければと思っております。まず食の大切さについての講座もあるみたいですね。はい、こちら3月5日土曜日に、食の力で心も体も頭も生き生きとというのが開催されます。講師はどういった方が？こちらがですね、食育アドバイザー料理研究家の神林光子さんをお招きしまして、食育の重要性についてお話ししていただきます。どういったお話を聞くことができるんでしょうか？一応こちらがですね、神林先生が実は小中学校の給食の栄養士としてですね、長年携わってこられたんですけれども、その経験と知識を生かしてですね、食事は生きる原点であるということをポイントを置きまして、簡単なレシピなんかも紹介しながらですね、食育の重要性について語っていただきます。一応詳しくはですね、広報長崎2月号のページ26、27の方に詳しく書いておりますので、そちらをご確認していただければ大変助かります。いずれも一時保育があるんですか？そうですね、アマランスの方ではですね、様々な講座、一応一時保育を行っておりまして、一応開催時間中ですね、子どもさんをお預かりすることができます。ただし一応対象児が1歳から就学前までのお子様となっておりまして、一時保育を希望される場合はですね、講座を申し込むときにですね、一時保育がありますということでお申してください。小さなお子さんのいるお父さんお母さんでも安心して聞くことができそうですね。そうですね、子どもさんを預けるとゆっくりと講演会に集中して聞くことができますので、ぜひ一時保育もご活用いただければと思っております。講座はもう大貴重なお話が聞ける時間になりそうですよね。そうですね、さまざまな種類、今回も3つの講座紹介させていただいておりますけれども、それぞれ意味がありまして、男女共同参画をメインにしているんですけれども、笑って楽しく生きるで、こちらは子育ての問題で、こちらは食育の問題ということで、さまざまな観点から年間たくさんの講座を実施しておりますので、例えば広報長崎の方を見ていただいてですね、いろんな講座ありますので、たくさん申し込んでいただけると、こちらアマランスとしても大変嬉しいと思っております。長崎市男女共同参画推進センターアマランスのお問い合わせ先はご覧の通りです。ご存知の方はよくご存知だと思うんですけれども、アマランスは皆さんの都合に合わせていろんな用途で利用することができる施設なんですよね。またいろんな悩みを、解決する手助けをしてくれる施設でもあります。このアマランスをぜひとも生活の中に上手に取り入れていってください。以上、知っておく長崎のコーナーでした。